ではですね、かかす高台展望台行ってきましたんで、これから、道の駅カデナ、カデナ基地がですね一望できる道の駅カデナに向かいたいと思います。改めてですね、ちょっとあの戦争のなんか感じましたね。私いつも本当に見てましたんで、いろんなあの NHK のですねドキュメントとか見てまして、いろいろ見てましたけども、本当実際に来てまざまざと分かりましたね。あの弾痕見たりとかですね、本当のお家のところのあの穴が開いてるっていう、すごい映像を見せつけられたっていうかですね。でもなんかもう国益の問題で本当すごい切ないんですよね。あのこんなにもう全国、今ね島根県の人の戦いのあの慰霊碑みたいのがありましたけども、あの京都もありましたかね。でなんかそういう人が戦ってたんです。このもう日本全国から招集されて集まってたんです。それで集まってたんですけども、およそ400メートル先、宜野湾市片分左方向です。ちょっとですね、いろいろ感じて、実体験というわけじゃないけど、まあ、実際見てですね、なんか改めてちょっと戦争はダメだっていうのはもちろん分かってるんですけども、まあ、戦争がダメっていうのだけではなくて、なんですかね、およそ300メートル先、前原左方向、王者な方面です。まあちょっとそうですね、あんまりちょっと言葉がちょっとあんまり出てこないんですけども、まもなく左方向です。ちょっとのことでね、なんか文句言ったりしますけども、そんなのはダメですね。いろいろクソ野郎だと思うと文句言ったりしますけども、もうみんな戦ったんですからね。もう10代やら20代やら30代の人が、それでもまあアメリカ軍出ていけって言ってくなると、日本で果たして中国とか韓国とかロシアとかそういういろんな脅威から守れるかどうかっていう、そういうのがですね気になりますよね。でも沖縄だけ地上戦があって、沖縄だけ唯一米軍が占領したんですよ、戦いでですね。まああとは終戦したんですけど、そこのところでずっともうずっと駐屯してるんですよ。人の土地あったところをもう占領してるわけですね。なかなかちょっと切ないですよね。それではそれで、じゃあアメリカ軍出て行って、じゃあ分かりましたって出て行きますって言って、日本を果たしてそれで防ぎきれるのかと、日本軍だけで、まあ、日本軍というか、まあ、自衛隊というか防ぎきれるかどうかと、まあ、まず無理でしょうね。まず無理でしょうし、あとはじゃあアメリカがちょっとその沖縄だけ不公平じゃんと、ただ別にアメリカと戦争してそこで地上戦やって、そのままアメリカ軍がそのままどさくさに紛れて駐留してるだけじゃん、じゃあまあもう平等に多数決が抽選で話し合いで決め、なんかアメリカの駐屯決めたらいいじゃないかと、
いうことになったらどうなりますかと。絶対にですね、私のところやりますって言う人いないと思います、多分。どこだっけな、橋本かなんかが、知事をやってるときに、ちょうど、あれあったじゃないですか。多分政権だったと思うんですよ、ちょうど民主党の。その時に、基地を大阪にやってもいいみたいな話をちらっと言ってたんですよね。基地かな、忘れたな、瓦礫かな、あんまりうろ覚えで大変申し訳ないんですけども、うろ覚えですね。まあ、果たしてじゃあ基地のところの選定に日本全国畑山さんが一回アメリカ基地から撤退してもらうとグアムに集約するみたいなことを言いましたけども、じゃあ有事があったと、もう尖閣でいきなりアメリカ軍が中国軍がもう上陸作戦に来たと、大軍で、それも夜中とかに今日ついて、そしたら防ぎきれるんですかと、グアムに駐屯して、まず無理でしょうと言いたいんですよ。なんですよね。で、それからそれでさっきの話に戻りますけども、誰かアメリカ軍の受け入れ先があるのかと。およそ300メートル先、王者が右方向です。誰も嫌だって言いますよ、多分。はっきり言ったら。だからもうそのままアメリカと戦争して、ちょうど戦ってた沖縄にたまたまいるだけなんですよ、本当は。本来は。まもなく右方向で。だからおかしな話なんですよね、沖縄の人からしたらですね。それで、沖縄の人がみんなその考えだと思ってるじゃないですか。例えば基地の反対なり、普天間のことに関しても、でも違うんですよね、それ、また。またそれはそれで。例えば基地がない地区だって沖縄にありますし、だからそういうところの人が、みんながみんな反対ではないっていう。だからよく、自民党、選挙とかでも、賛成派の人と反対派が出て、みんな反対派が勝つわけじゃなくて、例えば賛成派が勝ったりもしますし、だから意見っていうのがそれぞれ分かれてるんですよね。なので、全部が全部じゃないにせよ、何か考えなきゃいけないっていうのは、でも絶対あると思うんですよね。全部押し付けるっていうのもおかしな気がするんですよね。アメリカ海兵隊がもうそこにあるんですよ。だから他にいろいろ基地あるじゃないですか。北海道の三沢基地だったりとか、あとは今岩国基地とかあるんですけども、そこはですね、空軍の基地なんですよね。海兵隊、アメリカ海兵隊の基地の話なんですよね、今言ってるのが。アメリカの海兵隊は基本的にそこのですね、今しょうがない、結論からすると本当に沖縄の人にだけ、それも沖縄の人はその基地の近くの人だけ犠牲になってるって感じですね。沖縄の人だけじゃな、沖縄の人全部じゃなくて、もう基地から全然遠くて関係ない人も中にいるんで、そしたら何とも思ってない人いるんですよ、本当に。今の若い人も、若い人とかも、若い人もその地元の人は結構いろいろ感じてることあると思いますけども、
そこを感じてですね、どう考えていくかですよね、今後。日本の問題で。問題提起をしたんですけどね、あの民主党政権の片山氏は。でも、結局はサイパンに、グアムに集約する。あと、基地をどっかに移転させる。どっかの候補もありましたよね。なんか日本のどっかに。何箇所か。山口なのか、ちょっとわかんないですけども。で、結局、なんか、何もなく終わってましたよね。まあ、そんな感じなんですよ、結局。まあ、話になったのだけはいいけど、それ以上のことはですね、それもう何も進展せずだから、まあほとんど変わってない状態ですね。全くそういうほど。まあこれはですね、無理しないでいきましょう。無理するとですね、失敗するんで。普通に行った方がいいわ、これ。行けるかもしれない。あ、これで行けるな。今日はですね、本格的に結構雨降りそうですね。まあ、しゃあないですけどね。沖縄はですね、結構この冬って冬型の気圧が影響を受けるんですよね。沖縄は結構雨降るっていう。でも今日はそんなに寒くないですね、昨日よりは。昨日寒かったですね。ああ、もう、でもなんかもう終わりかって感じですね。もう終わりかって感じですよ。あっけなかったなーっていう思いをしっかりと感じますね。
市からですね一望できるところですね。普天間基地ですね、左側にあるのが。普天間基地でけえな。
前の車は米軍、アメリカの車だな。アメリカのナンバーついてるな。US って書いてあるな。
すげえ低空、すんげえ低空飛行。派手な騎士ですね、これ。全部騎士ですよ、ここ。これ道路以外は。道路以外全部騎士ですよ、これ。ここ、皆さん。これカーナビ今見てますけども、道路以外も右も左も全部米軍の基地です、これ。こんなことあっていいもんかなと思いますね、これ、日本なのに。これもう、見渡す限り全部米軍基地ですよ、ここ。すさまじいな、よくよく考えたら。四方八方が米軍の基地ですからね、これ。わかんないね。これ全部アメリカの基地ですよ、ここ。右も左も。カレナ町に入りましたよ。ぶっ飛ばしてるね。なんでこのカレナ町のこのアメリカの基地行ったらこれ、地下保険が働くのか、ここ。これアメリカだから、ここは警察関与できないのかな、これ、この道路は。ちょっとわかんないですけど。それはないだろう、さすがに。みんなぶっ飛ばしてたからな、これ。80キロぐらいで飛ばしてるよ、これ。飛ばしてるやつは。今、左から来る軽見ててみな。これ、もう70キロ超えてる、もう80キロで行ってるよ、これ。この軽は。これだって60キロちょっと超えるぐらいで行ってるからね。ようやくここに左側が日本領になってきたよ、これ。ローソンが出てきましたけど、いろいろ考えさせられた旅ですね、今回は。自分の場合はなんかそういうところ行きがちなんで、まあ自分と旅したらあんまり楽しくないかもしれないですけどね。そういうなんか歴史的なところばっかり行ってるんで。あとマイカルとか自動販店ですね。GMS 巡りですね。もうちょっとで左曲がるみたい、あ、右曲がるみたいです。100m
200m 先、右方向、沖縄南インター方面です。まもなく右方向です。道路の一帯だけですよ。全部あと囲まれてます。ここ基地すげえな。目的地付近です。ルート案内を終了します。